だ眠たいぞ。昨日の夜はいろいろあって大変だったな。あれ、待った、そこにあるのってまさかリネのカードだ。何が書いてあるんだろう。オイラが読んでみるな。きっとまだ知らないよね。今日は月に一度の自由日なんだ。だからみんな働かなくていい。調査するにはぴったりの日だ。ずっと連絡してなかったけど、そっちは何か進展あったかい？昼食の前に生産エリアのいつものところで落ち合おう。新しい情報を掴んだんだ。おお、ラッキー。今日はもともと休みだったみたいだぜ。それにリネも調査がうまくいってるらしいぞ。一体どんな情報を掴んだんだろうな。待ち合わせの時間までまだあるし、ここの人たちにもう少し話を聞いてみようぜ。おい、そこのお嬢ちゃん。そうそう、君だな。カードゲームは好きか？あれだ、あれ、七星召喚ってやつだ。カードゲーム好きってミントみたいにどこにでも生えてるよな。何言ってんだ、七星召喚をやる人がいるのなんて当たり前だろ。ほら、一勝負どうだ。そっか、まあ無理にとは言わないさ。お前ずっとここでカードゲームの相手を探してるのか。ここって戦う場所なのに。拳だろうとカードだろうと同じ勝負だ。違いはない。メロピデ要塞にはカードプレイヤーがかなりいてな、たまたま君を見かけて、他の国から来た人ならプレイしたこともあるだろうと思って声をかけたんだ。ああ、いいぞ。じゃあここの先輩として何か先輩っぽいところを見せてくれよ。例えばオイラたちみたいな新入りに監獄のことを紹介するとか。なんだ、てっきり君たちは情報なんて集め終わったのかと思ったよ。わかった、何が聞きたい。お前が選んでくれ。聞いたことのある内容だったら言うから。なら変な噂のことは聞いたことあるか。じゃあ隅っこでよく世間話をしている人がいるのは。通路の隅でよく二人の男があれこれ話してるんだ。痩せてるのがラビリューヌ、太ってるのがクスト。人は彼らのことをボムブラザーズと呼んでる。まああの二人の情報はそれほど爆発するようなもんじゃないが、俺が仕事場で聞く噂話と大差ないしな。もし興味があるなら行って話してみるといい。あの二人は無駄話こそ多いが別に悪い奴らじゃない。他には何かあるか。あーん、そうだな、ここはとっておきの情報を披露してやるか。公爵が昔ここメロピデ要塞の囚人だったことは知ってるか。え、そうなのか。なあ、公爵もかつては俺らの一員だったのさ。罪を犯してここに追放され、その後どういうわけかここのトップになった。ただの囚人からメロピデ要塞のトップにだなんて、正直なところ少しばかり敬服しててね。禁域？誰かが作った言葉みたいだが聞き覚えはないな。誰から聞いたんだ。いろんなとこで聞いたんだけど、どれも噂ってだけで。知らないなら気にしないでくれ。他に何か情報はあるか。他にはもう思い当たるものはないな。また面白いことがあれば君たちに教えよう。ただしカードゲームに付き合ってくれるならな。お、あそこでおしゃべりしてる人たちがいるぞ。近くに行って聞いてみよう。
ぜ。俺に言わせりゃ、上の連中はみんな貴族みたいに気取ってやがる。俺たち野良犬のことなんざ誰も気にしちゃいないだろ。待て待て、私は野良犬じゃないぞ。私まで一緒にしないでくれ。そう慌てて否定すんなって。ここに入ったからにはみんな同じなんだからよ。刑期を終えてここを離れてもろくな暮らしはできないって聞いたぜ。臭い飯を食ってきた連中が普通の奴らと同じように生きられると思うか。ふん、私は信じないからな。いっそこの世界がいつか洪水に飲まれて全員一からやり直すことになったらいいのに。おいおい、突拍子もないことを言うな。それに外には私の家族がいるんだぞ。まったく縁起でもない。いいか、確かに上は良くないところだけど、ずっとここにいられないわけでもない。聞いた話によると、刑期を終えてもここで働けるらしい。それだって立派な生きる道だろ。水の上の世界とはおさらばってわけさ。たく、その自信はどっから湧いてくるんだ。そもそもお前みたいなやつを雇ってくれんのかよ。何の取り柄もないってのに。こいつら水の上の世界にかなり不満を持ってるみたいだな。そういえば水の上、水の下って言い方、地上じゃ聞かなかったよな。メロピデ要塞の囚人しか使わない言葉なのかな。それもそうだな。お、あそこにも人がいるぞ。近づいて聞いてみようぜ。だからそういうことはもともと。待った、君たち誰だ。急に近づいてきて何を考えてる。わあ、ごめん、もしかして人に聞かれちゃまずい話でもしてたのか。なんだただの慣れ慣れしいやつか。おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。ふん、まあいい、別に慣れ慣れしいやつは嫌いじゃない。よかったな。グスト、聞いたか。俺たちがいい人だってよ。で、その顔から察するに何か聞きたい情報でもあるのか。おっと、だがその前に僕は君たち二人のことを知ってるぞ。偶然にもな。お、オイラたちってそんなに有名なのか。あの公爵が直々に案内を買って出る人なんてそういないからな。ここにいる奴らはみんな多かれ少なかれ情報を集めてた。それで君たちは何をやらかしたんだ。ちょっとしたミスか。気に入ったよその言い方。このグループはポジティブな奴をいつでも歓迎してる。君たちは他の奴らと違うようだ。グループ?僕はクスト、こいつはラベリューヌ。人は僕らのことをボムブラザーズと呼ぶ。ああ、もちろんこれは爆弾をいじるのが好きって意味ではなく、僕らの情報がいつも爆発するようなものだからだ。ただのゴシップをそれっぽく言ってるだけだろ。それは違う。情報を知ることでここでの生活はより良くなるからな。例えば誰と誰が手を組んでいて、誰々にはどんな噂があるのか、それから群れに馴染めていない奴のことも知りたくないか。まあ待て、これはどれも金になる情報だ。僕の情報をシェアするにふさわしい存在だということを君たちは証明できるか。クストはこういうやつでな、何かうまいこと言って証明してくれ。サービス職のことを言え、それで大丈夫だから。そうそう、昨日のあれは特に良かったよな。今思い出してもよだれが出てくるし。おお、そうか
ふふ、実を言うとここ最近のサービス職は僕のおかげでもあるんだ。何しろ厨房で半月も手伝いをしてたからな。おお、ってことはあのめちゃんこうまいステーキもお前が作ったのか。すごいぞ。まさかプロの料理人なんじゃないか。その通り、僕はプロでね、以前料理を学んでいたことがある。うん、ここまで言われたら仕方ない。僕の作った料理が好きだというのなら君たちはもう半分同士。いいか、これから言う情報はメロピデ要塞の現状を見極めるのに役立つものだと肝に銘じておけ。メロピデ要塞内部の勢力は実に入り組んでる。ここで起こることは基本的に水の上の奴らも干渉しない。みんな野良犬みたいなもんさ。そして最も怒らせてはいけない人物が公爵リオセスリ。まあ君たちはもう会っているな。彼は君が思ってる以上に情報に精通してる。彼が相手をしないとき、その大半はあえて見過ごしているだけで何も知らないわけじゃない。公爵に認められた奴は医務室に行くときも優遇されるほどだ。なあ、それってジュリエのことだろ。気に食わない奴だよ。まったく、あんなにしょっちゅう医務室に行くなんておかしくないか。多分仮病を使って労働をサボってるんだと思うぜ。ジュリエはここに来る前、フォンテーヌ科学院の優れた人材だったんだ。天に登れる奴だろうと、重力に逆らえる奴だろうと、メロピデ要塞に来たからには囚われの身でしかないってのに。そういえばこの間ジュリエとルールビが一緒に廊下を歩いてるところを見た。どうやら図書館で言い合いになって最後は殴り合いになったらしいぞ。ジュリエもひどいやつだよな。あいつが女を殴るなんて、いやまさか。でもあのルールビーもまともじゃない。いつも口うるさくて男と喧嘩ばっかりだ。いっつも医務室に行ってる姿を見る。あ、なあ、思ったんだけど、まさかあそこでこっそりデートしてるとでも言うつもりか。どう考えてもありえないだろう。まああの時はルールビーもジュリエをボコボコにしてたらしいし、さすがに考えすぎか。その様子からして調査は順調って感じ。こういう時は計算しないで、情報をたくさん聞き出せたことを認めた方がいいと思うぞ。さすが君たちだね。それじゃそれを聞かせてもらおうかな。まさかそんなことがね。メロピデ要塞の噂を信じちゃいけないみたいだ。皇子様が失踪したのは、おそらくここを離れる方法を見つけたからだろうね。さすがは執行官、想像以上に腕の立つお方だ。けど、これだけじゃお父様に報告するのには不十分。皇子様の行方を知る必要がある。お父様から聞いたんだ。皇子様は休暇中ではあるけど、自分の計画を持ってるって。今回の失踪が個人的な目的と関係してる可能性もあるだろうね。タルタリアがいなくなった場所はもう水に沈んでた。だからダイビングが得意なやつを探して捜索してもらう必要があるんだよな。話がそこまで進んでるのならもう言わなくてもわかるよ。この仕事はフレミネが適任みたいだね。どこにいるんだ。彼は今日仕事で忙しいんだ。
それに大人数で集まってると人目を引いてしまう。後で僕から知らせておくよ。どういたしまして。協力すると言った以上、僕たちは君を失望させはしないから。それにしても、あのリオセスミのテリトリーでよくこれだけの情報を聞き出せたものだ。ちょっと感心したよ。ひっ、オイラたち聞き込みは得意だからな。まずフレミネに同じ道をたどってもらって、皇子様の手がかりを探してもらう。その道を使うにはパイプ正常日を狙わなければいけない。早くて6日後か。そこからさらに 2,3 日はかかるはずだね。そこまで計算できるのかよ。長いこと一緒に仕事してるとお互いの実力が分かってくるもんだからね。旅人、9日後にまたここで会おう。そうすればフレミネの行動に合わせてちょうど合流できるはずだよ。でも一つ、君に頼みたいことがあるんだ。皇子様の調査については結果を待つだけでいいけど、金域の方は調査を進める必要がある。フレミネは変装が苦手だし、ミネットも他のエリアで金域について聞き回ってる。僕はこれからフレミネのための行動計画を練らなきゃいけない。というわけで、これは君にしか頼めないんだ。なんだ？難しいことなのか？簡単とは言えないけど、大丈夫。君ならできるはずだよ。いい？君には何かしらの理由を見つけて、医務室に忍び込んでもらいたい。そしてそこの状況を調査してきてほしいんだ。怪しい動きをしてる人たちがよく医務室に集まるって言ってたでしょ。あそこには僕たちが追ってる秘密が隠されてるかもしれない。君は看護師長と面識があるし、そう警戒もされないはずだ。医務室の構造や内部の状況をよく調べて、あらゆる手がかりを頭の中に入れてきてほしい。その後それを僕に教えて。でもあまり無茶はしないように、安全第一でね。ごめん、いつもの癖でつい妹に言ってるみたいになっちゃったね。ひひ、別に悪いことじゃないって。そうだろ。それじゃあ次の行動に移るためにオイラたちも早速準備するか。うん、ここで一旦別れよう。9日後、また会うことを忘れないでね。それじゃ、気をつけて。お前はここでじっとしてろ。オイラが覗いてくるから。どれどれ。中に誰かいるみたいだ。一人じゃないぞ。私は。ダメわけじゃない。それじゃ。よく聞こえないな。やっぱり正々堂々真っ正面から探りを入れようぜ。よし、準備ができたら入るぞ。ふっ、うい。おい、大丈夫か？まあ、どうしたのよ。ほら、慌てず、何があったのかゆっくり話して。こいつ、急にお腹が痛い、気持ち悪いって言って地面に倒れて、そのまま立てなくなっちゃったな。おいら、どうしたらいいのか分かんなくて。手足が冷たいし、指先もピクピクしてる。
変に顔色も。何かの中毒とかじゃないよな。見てみるからまずは横になりましょう。心配しないで、ベッドまで無事に連れて行くから。ほら、うちの肩に手を置いてゆっくり歩いて。しっかりしろ。大丈夫、患者さんがごめんなんて言わないの。今から簡単な診察を始めるから力を抜いてね。うん、なるほど、分かった。ざっと見たけど命に別状はないから安心して。最悪のケースは心配しなくて大丈夫なのよ。え、そっか。あ、でもさ、続けて診察するね。はい、リラックスして深呼吸を。ふう、臓器にも大きな損傷はないのよ。ここを押すと痛む？ここは？え？ここが痛むはずないのに、おかしい。せいですごく痛かったのね。おそうなのか。大したことなくてよかったぜ。最近他の囚人も食事に問題があるって言ってたのよ。このことは早くシェフのウォルジーさんに報告しないと。とりあえず大事じゃなくてよかった。あまり心配しなくていいからね。あと 2,3 日もすればよくなるはずよ。ひとまずここで休んでて、うちは薬を取ってくるから。ルールビさん、うちがいない間この新しい患者さんのことを見ててくれる？わかりました。ああ、看護師長のやつぴょんぴょんしながら行っちゃったぞ。こんにちは。気分はどうですか？こいつ、お腹がすごく痛かったみたいなんだ。ここまでフラフラだったし、オイラも心配で。シグウィンさんが問題ないと言ったから、もう心配しなくて大丈夫ですよ。彼女はここで一番の医療スタッフですから。でも見た感じ、その医療スタッフってあいつ一人みたいだけど。ま、確かにそうだな。確かにそう？それはあくまで表面上の話です。メロピデ要塞を擁護するつもりはないですけど、ここに閉じ込められている人は全員が無能というわけではありません。罪を犯していても、ここにいる人たちの中には医術の心得がいくらかある人もいて、シグウィンさんの代わりに診察を手伝うこともあるんです。わかったわかった、君の言う通りだよ。ただそれをわざわざ患者さんの前で言う必要はないと思うけど、君だってまだ体調が良くなってないんだろう。なのに随分と元気そうだ。そうですねすみません、つい無気になってしまいました。お前らも体調が悪いのか？あ、持病でね。どれも慢性的な疾患だ。僕は定期的な検診で、ついでに看護師長が処方した薬を受け取りに来た。こっちのお嬢さんは医学を少しかじってるからか、ここの看護師長の右腕になった気でいるのかもな
もっと言葉を選んでもらえますか、ジュリエ。私が動機をよく起こすのはあなたのせいだってこと忘れてないでしょうね。ああ、喧嘩しないでくれ。お二人とも落ち着いて話そうぜ。でも、釈放されるだって？そんなのまだ先の話だ。それに仮に出たとしても、僕たちみたいなのが元の生活を送れるかなんて、誰にもわからないってのに。こんなくだらない話はここまでにしましょう。それから、しばらくここであなたに会わないことを祈ってます、ジュリエ。それはこっちのセリフだ、お嬢さん。ちょうど僕も十分休めたところだ。ここは騒がしいし、そろそろ戻らせてもらう。じゃあね。あいつ、かったるそうに出ていったな。ふん、彼はいつもそうなんです。すみません。こんなみっともないところを見せてしまって。私はルールビー。あいつは、ジュリエ。あなたたちがあんな変人の相手をすることがないといいのですが。お前、あいつのことが本当に嫌いみたいだな。当然です。ああいう思い上がっていて、毎日変な研究のことばかり考えてるやつ。誰も好きにならないでしょ。彼の話はやめましょう。私はもうしばらくあなたに付き添います。シグウィンさんはすぐ戻ってくるでしょうし、薬を飲めばきっと良くなりますよ。いえ、大したことじゃありません。ただいま。君たちちゃんと休んでた？シグウィンさん、お疲れ様です。ゆっくり休めたかしら。ベッドから降りて走り回ったりしてない？さ、二日分の錠剤よ。一錠飲んだらまたしばらく横になって。そうだ、ルールビさん、さっきは急いで離れちゃったけど、何色の薬を飲めばいいか話したのを覚えてる？ええ、覚えてますよ。黄色でしたよね。そう、わかった。はい、これが君の分なのよ。今晩は薬を飲んで早く寝て、いい夢を見てちょうだい。はい、では失礼します。旅人も早く良くなるといいですね。旅人よね。カルテを書くから、いろいろ確認させてちょうだい。あ、さっきの二人がうるさかったから、もう少しこいつを休ませてやってくれないか？代わりにオイラが答えるから。ねえ、わかった。症状は腹痛で、吐き気も催してたけど、他に辛いところはあったかしら？それ以外にはなかったな。そう。薬を飲む以外に他にしておいた方がいいことはあるか？彼女はもともと健康体だし、薬を飲めばきっとすぐ良くなるはずよ。その間は軽い食事だけにして夜更かししなければ大丈夫。任せろ、オイラが責任を持って見ててやる。あれ、寝るのか。まあいいか、ゆっくり休めよ。
たちいろんなところを旅してきたんだ。あいつはああ見えて誰よりも頼りになるやつなんだぞ。そうなのね。じゃあ君たちは最高の仲間同士ってところかしら。心配しないで、彼女は良くなるから。起きたのね。キモはどうだ。お前ずいぶんぐっすり寝てたな。オイラたちずっとそばにいたんだぞ。そう、安心して、もう帰っても大丈夫だから。定期的に薬を飲むのと食事は軽めにすることを忘れないでね。うん、ありがとな看護師長。お前、よくあの状況で眠れるよな。寝言までつぶやいて。こっちはヒヤヒヤしたんだからな。それはなかったけど、お前ずっと、パイモン、焼き魚を取らないで、とか、船長車をそこに置いて、とか、データラムのことバーカつぶやいてたぞ。お前が寝てる間、オイラずっとあの看護師長と話してたんだけど、すごい素直なやつだし、部屋に怪しいところもなかったぜ。ひょっとしてオイラたち、調査する方向を間違えたんじゃないか？おお、よくそんな些細な点に気づけるな。とりあえずその情報をリネに伝えよう。ここ数日、トラブルには合わなかった？オイラたち、スケジュール通りに労働と生活をしてるから、特にこれといってなかったぞ。うん、ならよかった。つまり医務室への潜入も疑われなかったってことだ。君たちからのメッセージは読んだよ。フレミネも、2日前に無事パイプを通って外に出た。それから昨夜、リネットには計画通り仮病を使って医務室に忍び込んでもらってる。あいつも医務室に？前回君たちに下見をしてもらったのはすでに追加分の仕事だったからね。率直に言って、フレミネの力を借りるのと引き換えだったとしても十分すぎるほどよくやってくれたよ。人目がある拠点への潜入は一度きりの調査とは違う。同じ人を可能な限り使わないようにし、一人一人の疑いをできるだけ最小限にすることが大切だ。リネットも、僕たちのために君が最初の一歩を踏み出してくれたことを認めてる。後のことは、リネットが処理するから安心して。リネット、うまくいくといいな。さて、フレミネが戻ってくる前に、一緒にリネットの様子を見に行こう。うまくいってれば、もう調査はほぼ終わってるはずだ。この時間に行って大丈夫なのか？僕が観察したところ、看護師長のシグウィンは昼食前の約30分医務室から離れる。リネットもそのタイミングを把握してるから、今行けばリスクはあまりないはずだよ。
それに僕はリネットのお兄ちゃんだ。お兄ちゃんが妹の体調を気遣うのは何も不自然じゃない。でしょ？よし、そうと決まれば早速行こうぜ。失礼します。リネットはいますか？ん？あれ、リネット？看護師長はいないみたいだな。でもリネットもいないぞ。そんなはずない。リネットは軽率な行動をめったに取らないんだ。それにもし予定を急遽変更することになっても必ず何らかの方法で僕に伝えることになってる。もしかしたら。けど一時的に離れただけかもしれないだろ。とりあえずここで手がかりを探しながら少し待ってみようぜ。ああ。本がいくつかあるな。それにカルテっぽい書類も何枚か。ディープケア、患者を喜ばせる方法、感情の裏にある原因をシンプルに理解する、笑いの意味。なんか面白そうなもんだな。看護師長ってこういうのを読むのか。他人の意図や気持ちを理解するのに役立つ本もあるけど、これってあいつがメリュジーヌだからか、それとも患者の心を理解する必要があるってことかな。看護の仕事をする上でそういったのも必要なことだから不思議じゃないと思うよ。人が寝ていた形跡のあるベッドは一つだけ、それ以外は整えられてる。それってリネットが横になったベッドだろ。仮病を使ってここに来たわけだし。ああ、偏頭痛がひどいっていうのを口実にね。通常であれば看護師長はリネットを横にさせて薬を取りに行くはず。リネットが横になってからこのベッドを離れるまで看護師長は戻ってきていないってことだね。あるいは看護師長はベッドを整える気がなかったのか。カモフラージュが下手ってわけじゃないけど少し不自然な感じがするね。仕切り板の裏側は空洞になってる。このサイズからして分解しないと入れないものじゃない。おそらくどこかに仕掛けがあるはずだ。まさかリネットはここに入ったとか。いや、ありえない。リネットはこういう状況で勝手な行動を取らないし、きっと先に僕に連絡するはず。他に手がかりがないか見てみよう。落ち着いて、まずは周囲を見て回るんだ。紙切れ。文字が書いてあるな。あれ、これってあんたらの習慣にのっとり、ここはカードや紙切れで情報のやり取りをしよう。これは一種の挨拶のようなものだ。これは、あれ、でもこれしか書いてないぞ。裏、ああ、これ見せて。急に顔色が悪くなったけど、どうしたんだ？おいらにも見せてくれ。さあ、ファデュイのメンバーであるリネットちゃんが今どこにいるのか当ててみるといい。まさかリネットはもう利用せすりのやつ、まさかわざと医務室に誘い込んで僕たちをはめたんじゃ。でも
でもオイラたちが前回ここに来た時は何も危ないことなんてなかったぞ。その後も特に何もなかったし。そう、そこが問題だ。リオセスリは、あいつは明確な目標がないと動かない。つまりあいつは最初から君のことを警戒していなかったことになる。旅人、君と僕たちの立場は違う。君はヌビレットさんの使者であって、彼とは対立関係にない。それに引き換え僕たちは、それは僕も聞きたいね。どうしてリネットだけ。落ち着け、考えるんだ。冷静にならないと。これは前とは状況が違う。そうか、君の言う通りだ。また、まさか。フレミネが無事にメロピデ要塞を出られたのも、リオセスリがわざと見逃したから。でも、フレミネがここを離れて、公爵に何のメリットがあるんだよ。あいつ、挑戦状を叩きつけてるんだ。僕への挑発ってやつだよ。間違いない。くそ、フレミネを外に出すべきじゃなかった。パイプから送り出すとき、ちょっとした細工で干渉を回避できたのは運が良かったわけじゃなかったんだ。もしリオセスリが意図的にフレミネを逃がしたんなら、フレミネは今危険な目に遭ってるかもしれない。リネが少しパニックになってる。何か言わないと。自分を責めるなよ、リネ。オイラたちがタルタリアのことを言わなかったら、フレミネがここから離れることはなかったわけだし。責めるなら、オイラたちを責めてくれ。いや、今回の行動の責任者は僕だ。正体のリーダーである僕が、二人を守れなかったのが悪い。リオセスリに会いに行く。リネットがまた誰かにさらわれるなんて僕には耐えられない。行かないと。リネットとフレミネを取り戻す方法を僕が見つけるんだ。おい、リネが行っちゃったぞ。早く追いかけよう。ええ、私はこの点について変える余地があると思います。ダメっていうわけじゃないが、何度もテストする必要がある。そう、分かった。それじゃあ時間には注意してね。誰かいる。物を隠して。外で誰かが盗み聞きしてるみたいね。部屋から声が聞こえなくなったらすぐ中に入ってくるはずよ。誰か助けてくれ。こいつが倒れちゃったぞ。おい、大丈夫か。あの二人ね。やっぱり彼女たちの嗅覚は鋭い。ここまでたどり着けるなんて本当によかった。うちお利口な人は好きよ。あと複雑なことなんて全くわからないキャラを演じるのも好き。人に信頼されるって感じがたまらないから。まあどうしたのよ。ほら慌てず、何があったのかゆっくり話して。人の表情を読めると何かと役に立つの。リオセスリ、出てこい。やれやれ、ここは一応公務を執り行う場なんだ。もう少し風切ってもんを気にしてもらえないかな。リネットはどうした。ああ、
彼女なら医務室で会ったぞ。偏頭痛がするって言うからお茶を振る舞ってやった。ちょうど頭痛に効くお茶を持っていてな。ふざけるな。リネットとフレミネをどこにやった？聞いた話によると、あんたらのショーはそりゃもう素晴らしいんだろ。リネットちゃんなんか水槽から一瞬で別のところに移動するって。今振り返ったら彼女がそこに立ってるかもな。振り返らせようとしてる？いや、僕を襲うつもりはないはず。人質は彼の手の中にあるし、こうして雑談を続けるってことはリネットもおそらく死んでいない。君は僕たちが医務室を調査してるって知ってたんだろ。旅人があそこに疑いの目を向けるよう仕組んで、僕たちに調査させるよう誘導した。それでリネットをさらうための隙を作ったんだ。フレミネの脱獄、いや孔子様さえも君は止めなかった。君はわざとあの方を逃がすことでファデュイのスパイを取り除こうとしたんだろう。そんなことをする必要はない。メロピデ要塞はいい場所だ。ほとんどの人はここでの暮らしを楽しんでる。何かを企んでる奴以外はな。その点あんたらは分かりやすかった。君はスパイを排除した上で孔子様が失踪したという情報を流したんだ。だからお父様は僕たちをここに送ることになった。フレミネも君に捕まってるんじゃないかい？そこまでの手腕を持ちながらどうして人質なんかを取るんだ？一つ訂正させてもらおう。リネットちゃんは俺が預かってるが、フレミネ君はいない。いない？じゃあ目的は一体？おっと、ちょうどいいところに。人も揃ったし、これで何度も説明しなくて済む。協力に感謝しよう。熱心なことだ、旅人。残念だが、俺のところにいるのはお茶を飲んでるリネットちゃんだけでな。あんたらの約束ではフレミネ君は今日帰ってくるはずだったんだろう。けど今になっても姿を見せない。かといって俺のところにもいない。さてどこにいると思う？君、まさかフレミネが海から戻れないよう何かしたんじゃ？中と外をつなげるメロピデ要塞の扉を閉めただけさ。でもフレミネはダイビングが得意なんだし、きっと大丈夫だろ。いや、僕たちはまだここにいる。フレミネはきっと何とかして戻ってこようとするはずだ。地上に戻ったなんて考えにくい。俺がなぜこんなことをしたと思う？それはあんたと話をするためだ。俺の知る限りリネ君は高名な魔術師だからな。有名人と交渉するにはそれなりの手札を用意しないといけない。それにあんたがリネットちゃんに言ってたことを覚えてる。仕事においてもプライベートにおいてもメロピデ要塞の主に会ってみたい。そうだろ？僕たちが監獄に入る前から目をつけてたってわけか。部下がたまたま耳にしただけさ。さてそろそろはっきり言わせてもらうとしよう。あんたらとのお遊びは結構楽しめた。だから目をつむってやろうとも考えたんだが、金域に侵入しようとしてるのなら話は別だ。リネ君、あんたは今不利な状況にある。リネットちゃんは俺のところにいるし、フレミネ君もまだ海の中。こちらが扉を開けなければ彼はいずれ大変なことになる。そこでだ、二人の安全と引き換えにリネ君に一つだけ頼みたい。あんたの上司に連絡してくれ。できれば彼女をお茶に誘えると一番いい。お父様に？ふん。どうしてお父様がそれに応じなきゃならないんだい？可愛い我が子たちがこっちの手にあるからさ。
三者面談に参加してもらうには十分な理由だと思うが、あんたらハウスオブハースの人間は家族みたいに仲がいいって聞いてるよ。多分応じてくれるだろう。お父様はなんで僕たちにメロピデ要塞のことを処理させてると思う？ここはほぼ無法地帯だ。尊い執行官であるお父様が自ら来るなんてことは絶対にない。なるほど、ここがお気に召さないというわけか。いい茶葉をたくさん集めてるんだがな、ヌビレットさんやフリーナ様にも結構プレゼントしてる。君たちだけでお父様を傷つけられるとでも？僕にどんな圧力をかけようと、僕たちを利用してお父様を脅迫するなんてこと絶対に許さない。あんたら本当に頭が固いんだな。ただお父様と会って話がしたいだけなのに。彼女だってメロピデ要塞の秘密を知りたがってるんだろう。リネ君、もう一度チャンスをやろう。召使いをここに招待するか、あるいはリネ、そうまでして。だってはっ、当たり前のことだと思うが、はじめにメロピデ要塞に近づいてきたのはファデュイの方じゃないか。スパイを排除したのは警告のためだったが、それでもあんたらは引かなかった。だからこうしてあんたらのボスと直接交渉したいと思ってるんだ。リネットちゃんは自ら進んで俺の視界に入ってきたし、フレミネ君の脱獄も自発的なものだった。誰がどう見ても俺の責任じゃない。だろ？僕は、僕たちのせいでお父様を。6、5。待て、僕は。2、1。タイムオーバー。残念だ、リネ君。待てて。交渉決裂だ。お引き取り願おうか、紳士淑女の皆さん。俺はアフタヌーンティーを楽しまなければ。そうだ。オイラたちと話すのはどうだ？リネと話す気がないなら、オイラたちと話そうぜ。あんたら、何のトラブルもなく過ごせてきたのは、ヌビレットさんのおかげだって分かってるだろ？あの人の依頼でここまで降りてきたんだ。俺もできるだけ邪魔しないようにしてきた。だが、それは別にあんたらが好き勝手するための免罪符じゃない。狭いところには、狭いところなりのポリシーがある。ふん。確かに、実力を持つ者にはもっと敬意を払うべきだな。こうしよう。俺のテリトリーで随分と走り回ってきたんだろう？その調査の成果を見せてくれ。3つだ。3つの質問に正解したら、あんたの要求を飲もう。では第1問。生産エリアの隠しルールについてだ。3日連続で労働をしてはいけない。その裏にある真相は？30分、医務室にはいつも誰もいない。この時間帯、看護師長のシグリンはどこに何をしに行ってるんだろう。ファンタ社の販売促進委員は何度も壁にぶつかった。その理由は特別許可権の価値を軽んじていたから。公爵は特別許可権の価値がわからない愚か者しか彼らの飲み物を買う人はいないと思ってる。シグウィンはいつも生産エリアの近くで労働者を観察してる。
彼女の目には人間の体の状態を見る能力があるみたい。フォント社の内部情報によると、名前もパッケージも決まってない新商品の初回試飲が行われてる。テストする理由は、開発部門の人ですらこの新商品に対して疑問の声を上げたから。研究ノートにはこう書いてあった。メルジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメルジーヌの審美眼は人間と大きく異なっていると。プリンズの話によれば、鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で開催してる。おそらくフォンタ社側にも何か目的があるはず。シグウィンはいつも生産エリアの近くで労働者を観察してる。彼女の目には人間の体の状態を見る能力があるみたい。昼飯前の30分、医務室にはいつも誰もいない。この時間帯、看護師長のシグウィンはどこに何をしに行ってるんだろう。研究ノートにはこう書いてあった。メルジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメルジーヌの審美眼は人間と大きく異なっていると。なるほど、分かったぞ。そういうことだったのか。生産エリアの隠しルールは3日連続で労働をしちゃいけないってものだ。もし破れば3日目のお昼のサービス食に不気味な肉が出てくる。最初はこの肉が失踪した人と関係してるんじゃないかって思ったけど、実際は看護師長のシグウィンが用意したものなんじゃないか。シグウィンはよく生産エリアに行って労働者の体調を観察してる。3日連続で働いて疲れが溜まってるやつがいたら、シグウィンはそれに気づくんだ。で、あいつは親切心と看護師長としての責任感から、お昼ご飯の前に特別許可食堂に行って料理をする。そして疲れた人のために追加の一品を作ってるんだ。このサプライズは良かれと思ってやってることで、シグウィンはみんなにバレたくないと考えてるけど、メリュジーヌっていう種族は世界の感じ方も美的センスも人間と大きく違う。そのせいで特別であるはずのサービス職も受け取った人からするとただただ不気味なものに見えてしまった。だからそこに込められた心を全く感じられなかったってわけだ。オイラのこの回答どうだ？ほう、なるほど、悪くない。シグウィン看護師長のことに気づいた上にその意図も見抜いた。看護師長の人間に対する愛が無駄にならなかったというわけだ。さて、2問目は鉄拳闘技場の隠しルールについてだ。両方の選手の投票権を同時に買ってはいけない。その裏にある真相は？決まってない新商品の初回試飲が行われてる。テ
テストする理由は、開発部門の人ですらこの新商品に対して疑問の声を上げたから。フォント社の内部情報によると、名前もパッケージも決まってない新商品の初回試飲が行われた。クリンズの話によれば、鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で開催してる。おそらくフォンタ社側にも何か目的があるはず。フォンタ社の販売促進員は何度も壁にぶつかった。その理由は特別許可権の価値を軽んじていたから。公爵は特別許可権の価値がわからない愚か者しか彼らの飲み物を買う人はいないと思ってる。クリンズの話によれば、フォンタ社の内部情報によると、よし、わかったぞ。これも別に怖いものじゃないな。鉄拳闘技場の隠しルールは、両方の選手の投票権を同時に買っちゃいけないってものだ。もし買うと、次の日に不気味な血の色の液体が入った荷物が届くことになる。瓶に入った液体を初めて見た時、思わずそれを失踪した選手と結びつけて怖くなったけど、実際は名前もパッケージも決まってないフォンタ社の新商品サンプルだったんじゃないか。血みたいな飲み物、道理で開発者たちの間で疑問の声が上がったわけだぜ。だからフォンタ社の奴らはまず試飲をしてもらって人々の反応を見ることにした。そいつらはメロピデ要塞に来ると闘技大会と協賛したんだ。で、その機会を利用して反則を考えたけど、ある壁にぶつかってしまう。それが公爵だ。メロピデ要塞において特別許可権は貴重なものだから、公爵はその価値を知らない愚か者しかフォンタ社の飲み物を買わないと考えた。そして闘技大会で両方の選手の投票権を買う人は明らかにその条件に合う愚か者ってわけだ。その件をそこまで調べ上げるとはな。あんたらの実力を認めざるを得ないようだ。だがあんたらの話を聞く限り、そのフォンタ社の販売促進員はいささかおしゃべりらしい。彼らとの協力を見直した方がいいな。それじゃあ最後、三つ目の質問だ。医務室にいる患者たちと俺の看護師長、彼らは一体どんな秘密を隠している？僕たちはそれの調査中だったんだ。真相を知るはずない。それが分かってておちょくってるんだろ。最初から助ける気なんてなかったんじゃないか。報いを受けろ。リネ、大丈夫か？危ない危ない。看護師長の銃のおかげで助かった。なんてことないよ、公爵。看護師長？この銃はおもちゃに見えるけど、ちゃんと使えるのよ。シグヴィン、君。勘違いしてるみたいね。うちはメロピデ要塞の一員だから、メロピデ要塞を守るのがうちの責務なの。最初、ヌビレットさんがうちをメロピデ要塞に派遣した時、あの方はこう言ってた。うちの仕事は、ここの人たちの面倒を見ることだって。うちは、ただ使命を遂行しただけなのよ。その理屈なら、リネたちだって囚人で、ここの一員だろ？なんであいつらの面倒は見ないんだよ！でも、うちはちゃんとヌビレットさんの言いつけ通り、彼らを守ってたのよ。じゃなきゃ、もっと違う結果になってたもの。それは公爵も認めてくれるはず。ね？
公爵。看護師長、あと数分は待ってくれてもよかったんじゃないか。どうせもうそろそろ時間でしょ。公爵ってばたまに困ったことをするんだから。うちはただちゃんと公爵とお話がしたかっただけなのに。何言ってんだ、何の時間だよ。二人を解放してくれ。その代わり僕を。感動的だな。もう一分くらい見とくか。もうやめてあげなさいよ。まあそうせかすな。もうじきお客さんが二人到着する。まずはお茶を飲ませてくれ。看護師長、リネットちゃんのことは任せた。な、何をする気だ。足音が近づいてきた。ちょっとどいてくれ。おいおい、クロリンデさん、扉が壊れるだろう。クルミネ、クルミネ、どういうことだ、なんでクロリンデがここに。仕事だ。リネさん、さっきは打ってしまってごめんなさい。麻酔の効果はもうすぐ切れるはずだけど、あんまり無理しないでね。フレミネの身に何があったんだ。海に行ったはずなのに、なんでこんな状態に。顔が赤く、脈が速くなってる。原始大海の水を摂取した時の症状ね。なんだって。ちょっと下がってて、フレミナさんをもっとよく見るから。他のことは頼むね、公爵。詳しいことはクロリンデさんとの話を終えて、あんたらがフレミネ君をいるべき場所に送ってからにしよう。容体は。フレミネさんの症状は短時間のうちに大海の水を過度に摂取したせいで引き起こされたものね。でも命に別状はないのよ。もちろんしばらく経過観察を続けた方がいい。とにかくこのまま少し休ませて、落ち着いてきたら医務室に移しましょう。ごめん、医務室にはもう行きたくないよね。けど医療設備のある部屋はあそこだけなの。だから仕方なくって。メロピデ要塞から脱出した後、どうして大海の水を摂取することに。どういった経緯が。フレミネさんをちょっと見ててもらえる。薬品と呼吸器を取ってくるから。それとリネットさんを連れてくるね。リネットはどこに。無事なんだね。彼女は麻酔を打たれて空き部屋で寝てるだけよ。そろそろ起きる頃だと思う。信じてもらえないかもしれないけど、うちと公爵は本当にお茶とお菓子を用意してたの。何その顔は。十分早く戻ってきたと思うけど。いやいや、時間通りだなと感心してただけさ。もう少し遅かったら、看護師長はリネ君にもう一発打たなければならなかったからな。んで、外の状況は。水質が変わった。予想とほぼ同じで、原始大海の水の濃度が明らかに上昇してる。私みたいに短時間なら平気だけど、長く水中にいるとあんな風になってしまう。彼を見つけた場所は。パイプの突き当たりにある排気エリア。水の中に入ってから少し離れたところだった。思っていたより近いな。フレミネ君は早い段階で異常に気づいて引き返したんだろう。扉を閉じたのは正解だった。もう一人ここから出ていたら助けられなかったかもしれない。
こっちは善意でやったって言ったのに、誰も信じてくれなかったんだぜ。ヌビレット様なら信じてくれたかもしれない。あの人はどう見てもマイナスな状況から好意的な動機を導き出せるから。ふぅ、もういい。紅茶でもどうだ。私は不要だ。自分が飲みたいならそう言えばいい。はいはい、俺はお茶を飲むが、あんたもついでに一杯どうだ。付き合ってもいい。ところでタオルはある？髪を拭きたいんだ。リネ、大丈夫か？大丈夫だと思う。みんなここにいるから僕は大丈夫。どこか具合が悪いところは？手足に力が入らない。多分麻酔の影響が残ってるんだろうね。心配しないで。みんな、ただいま。お兄ちゃん、旅人、パイモン、フレミネ、フレミネを。無事よ。ちょっとお菓子の手伝って。呼吸が落ち着いてきた。手を貸して。フレミネさんを医務室まで運んでくれる？僕がやるよ。リネット、一緒に行こう。旅人、君も心配そうだけど一緒に来る？公爵とクロリンデがいなくなってるの。多分お茶でもしてるのね。後で公爵が本当のことを必ず説明してくれるはずよ。クロリンデさんも海から戻ったばかりだから、ちょっと休ませてあげましょう。目が覚めた。フレミネ、具合はどう？リネ、リネット。うん、みんなここにいるよ。ここは、どこ？メロピデ要塞の医務室なのよ。フレミネさん、もう危険な状態はほぼ脱したから、安心して。気分はどうだ？辛かったら無理するなよ。旅人にパイモン、久しぶり。そうだ、海水に問題が。慌てないで。その話は体調が良くなってからにしよう。ううん、聞いて。とても危険な状況なんだ。海水に大海の水が混ざってる。原因はまだわからないけど、あの水には絶対に触れないで。パイプ？そうだ、パイプ、思い出した。よし、入れた。うん、雰囲気からして随分長いこと使われてないみたい。ここはもう廃棄されてるのかな。孔子様はどこに？
の装置、誰かが動かした形跡がある。もしかしてあの方が。には邪魔してるものをどうにかしないといけないみたい。歩けるのはここまで。よし、皇子様はおそらく水の中に潜ったはず。僕も行ってみよう。水草が少なくなってる。それに不自然な痕跡も、多分人によるもののはず。こっちだ。ここにも痕跡が。引き続き進もう。あれ？痕跡が消えた。でもこの辺りに出入りできるところはなさそうだけど。待って、何これ。苦しい。心臓がドクドクいってる。呼吸もだんだん苦しくなってきた。これはどういうこと。ダメだ、戻らなきゃ。みんなこの状況を知らない。今すぐ引き返せばまだ間に合う。失うわけには。僕、踏ん張らないと。
まり、手がかりは途切れて、孔子様の行方もそこでつかめなくなった。でもそのあたりに、出入りできるところはなかったと。そう。僕、必死に泳いで引き返したんだ。けど、あと少しで元の場所に戻れるってところで、どうしても力が出なくなって。その後、多分気絶したんだと思う。起きたらここにいた。クロリンデがお前を助けたんだぜ。でも、オイラたちもどういう経緯であいつがメロピデ要塞に来て、水中からお前を助けたのかは知らなくって。クロリンデさんが？お礼を言わなきゃ。もう少し休んでから行った方がいい。フレミネの体はまだ万全じゃないんだから。クロリンデさんはお客さんとしてあと数日ここにいるはずよ。リネットさんの言う通り、急ぐ必要はないから大丈夫。お客さんって、リオセスリのお客さんってこと？この件については、うちじゃなくて公爵に直接聞いた方がいいかな。あの人なら、きっとうちよりうまく説明できるから。そうだな。そろそろあいつには、はっきり説明してもらわないと。リネも一緒に来るだろ？いや、君たちだけで行ってきてくれるかな。僕はまだ、しばらくここを離れたくない。お兄ちゃん。今は安全だって頭では分かってるけど、離れられないよ。リネットもフレミネも、危険な目に遭ったばかりなんだから。うん、分かった。じゃあ、しばらくこのまま一緒に。なら、医務室は君たちに任せていいかしら。うちは旅人とちょっと出かけてくるね。しばらくは誰も君たちの邪魔をする人は来ないはずよ。ありがとう。リネ、ごめんなさい。私もごめん、お兄ちゃん。もっと慎重に動くべきだった。そんなこと言わないで。全部僕が悪いんだ。慎重にすべきだったのは僕の方だよ。二人はあと少しで。僕がもう少し有能だったら、今頃孔子様を見つけられてたかもしれない。違う、そんなこと言わないで。え？あ、ごめん。つまり私たちみんな慎重じゃなかった、そういうことでしょ。これは連帯責任だね。うん、そう、連帯責任。お兄ちゃん、心配してくれてるのは分かってる。私たちも今お兄ちゃんのことが心配だもん。だからそんな顔しないで、元気出して。ああ、どうやらフレミネ君の容体は落ち着いたようだ。もちろん。じゃなきゃ医務室を離れたりしないのよ。で、そっちの二人が来るのは想定してたんだが、看護師長は何しに？クロリンデさんの様子を見に来たの。具合はどう？ああ、特に問題はない。できれば一度診察させて。すぐ終わるから、この後数分だけ時間をもらってもいい？わかった。感謝する。じゃあ私は先に。そろそろ弁解してくれるよな。弁解？その言い方は気に入らないな。説明ってことでどうだい？だがどこから話したものか。うん、あんたらが最も知りたいことからにしよう。さあ、質問してくれ。おう、じゃあ聞かせてもらうぞ。
敵を知ってたのか？いや、彼らがファデュイに所属し、召使いの命令でメロピデ要塞に潜入したことしか知らなかった。具体的な目的はあんたらの行動が進むにつれて見えてきたんだ。目的も知らなかったのにわざわざ警戒してたのか？彼らが現れた理由は決していいもんじゃない。俺はこういうのに鼻が利いてな。最初は講師がなぜ失踪したのか調べるのが目的だと思ってたからな。リネ君は俺が彼を逃がしたと考えていたようだが、俺らは彼の行動を止めもしなければ容認もしていなかったというのが正しい。講師はおのずと協力者を見つけて自然と離れていったのさ。スネージナヤの執行官がフォンテーヌで失踪したとなれば、きっと召使いはそれをネタにするだろう。俺もあの執行官がどこに行ったのかちょうど気になっていた。どっちみち調べる必要があるのならファデュイの人間に調べてもらった方が得だろ。俺はただ結果を待てばいいんだからな。ジョフノリってわけか。別に構わないだろう。まあその後の状況が変わったのは少し残念だったが、おそらくフレミネ君からも聞いてるはずだ。メロピデ要塞周辺の海水に変化が起きてるとな。金域こそがリネ君の元々の調査目的。ここに来てからあんたらもそれに巻き込まれることになった。だからあんたらの身の安全とメロピデ要塞のトラブルを未然に防ぐため、俺も手を出し始めたってわけさ。お前が昔犯罪者だったって噂は本当なのか？何を言ってる。俺はメロピデ要塞の管理者であってずっとここにいる。服役するのと何ら変わりないだろう。ただここの者たちが俺に服従してるだけだ。そういえばクロリンでは誰が呼んだんだ？もちろん俺だ。金を出して彼女にメロピデ要塞まで出張に来てもらった。クロリンデさんは決闘代理人、つまり第三の勢力だ。今後起こりうる危機をどうにかするにはずば抜けた実力を持った助っ人が必要だったんでな。例えばフレミネを助けるとかか？ああ、そう理解してくれていい。フレミネ君は確かに優秀だ。あんなに劣悪な条件じゃなければ今頃失踪した人に追いついてただろう。それはあんたには関係ない。ヌビレットさんの依頼も講師の行方をつかむことだけだったはずだ。俺は金域が講師の失踪と関係ないことだけを証明すればいい。これに関しちゃフレミネ君はまさにその証人だろう。けどオイラたちの調査はもう今室まで進んでたんだ。それにお前もさっきあれこれ質問しただろ。なのにオイラたちの最後の質問にはまだ答えてないぞ。おっと悪い、そんなに答えが気になっていたとは。そりゃそうだろう。たとえ目を背けたくなるような真実であってもか。ついてこい。こんなところに隠し扉があったのか？しかも地下室まであるぞ。よくこんなの隠してたな。ここはメロピデ要塞だ。それを忘れてもらっちゃ困る。真ん中の円盤に立ってくれ。まさか何か秘密の仕掛けがあるのか？うわぁ！ここが金域か？こんな奥まったところに隠してあるのに。
見た感じ特別なところはないな。すごいでかい扉だぞ。これと似た扉が合計で3つある。通常であれば誰も足を踏み入れられない区域だ。俺以外はな。その名の通り、まさに禁域ってわけさ。だがあんたらはきっとここの情報をファデュイの子たちにも共有するんだろうな。まあ確かに隠そうとは思ってないけど。そうすべきかどうかはここを見てから決めるといい。横にスイッチがあるぞ。下がっていろ。近づいてみるといい。メロピデ要塞の管理を引き受けてから俺はずっと不思議に思っていた。このゲートの裏には一体何があるのか。もちろん考えなしに開けるのは賢明な行動じゃない。だが、この裏に隠された謎を解き明かさないのは、リスクを放置してるのと同じだ。ここが俺の管理下になってから今まで、このゲートのメーターが動いたことはなかった。それがここ一年で、その針が静かに回り始めてる。おそらく、何らかのデータに、わずかな変化が生じたんだろう。普段なら見逃してたが、その時はちょうど暇だったんでな。少しばかり時間をかけて調べてみた。あんたらは、これが何のデータだと思う？ああ、合理的な推測だ。俺もそう考えていた。だがな、そんなありきたりなもんじゃない。温度は気候の変化によって簡単に変わるもんだ。つまり、温度よりも水圧の方が可能性は高い。だから俺は試しに外部から圧力を加えてみた。だがそれに変化はなかった。そこで俺は別の可能性に思い至った。原始大海の水と関係があるんじゃないかってな。その予想をもとに俺はある準備を始めた。このメーターの針はここ2日でまた動き始めてる。そしてあの潜水士が帰ってきた時の症状を見て俺は確信した。これは原始大海の水の濃度を測るものだとな。濃度？でもここって海底だぞ。問題はそこだ。俺たちは海底にいるが、海水は静かに変化しつつある。大海の水が混ざり、その濃度が徐々に上がってきてるんだ。ああ、その可能性が高い。でもオイラたち、いやヌビレットたちだって原始大海がどこにあるのか知らないんだぞ。一体大海の水はどこから。どうやら気づいたようだ。まさにその通りさ。このゲートの向こうには原始大海があると俺は考えてる。何らかの理由でゲートの裏に存在する大海の水が大幅に上昇してるんだろう。で、俺らのところまで迫りつつある。現在メーターは赤だ。ゲートはまだ存在しちゃいるが、大海の水の一部が海底から漏れ出て海水に混ざり始めてる。このままだといずれ下の水をせき止めることができなくなるだろう。ああ、大海の水は原始大海に由来するものだとフォンテーヌの伝説では語られてる。もしここが決壊すれば、フォンテーヌに住む奴らは全員たった一夜にして水になるだろう。でも妙じゃないか。なんでメロピデ要塞は原始大海のゲートの真上に建てられたんだ。ここって誰が作ったんだろう。その顔を見るに難しく考えてるようだな。だが実際のところ、
事実はあんたが想像してるもんより単純かもしれない。俺がこのことに気づくまで金域の秘密を知る者はフォンテーヌにいなかった。ただそれだけだ。メロピデ要塞には本当の意味での創設者がいない。今から話す噂も昔ここに集まった奴らが残したもんだ。先代水神のエゲリアがまだその座にいた頃、罪を犯したフォンテーヌ人は追放されるのが慣例だった。人々は狼の群れから仲間を駆逐するかのように犯罪者を追い出した。犯罪者は何の同情も得られない。これが普通だ。荒れ果てた海辺に追放され、苦難や寒さ、痛みを味わうことになる。だが一部の人間は悔い改め、天に祈りながら自分にできることはないかと水神に聞いた。水神は彼らの渇望に憐れみを覚え、こう言ったらしい。海の底で私の秘密を守ってくれと。彼らは水神の力を借り、海の底に集った。そして、協力して築き上げたのがこの要塞だ。彼らはここに住み着き、徐々に多くの人を受け入れていった。追放者が増えていくにつれ、より多くの者が彼らと同じ道を歩んだ。そして、最初のメンバーたちは死ぬ前に、当時まだ完成していなかった、メロピデ要塞を他の追放者に託したという。先代水神は遠く離れたところから力を貸し、そのおかげもあって、追放者たちの要塞はより大きなものとなった。海の底にあり、太陽から遠く離れたメロピデ要塞。そこは罪人たちにとって、唯一の安息の地となった。だからここの人間は、メロピデ要塞を監獄とは呼ばない。彼らは信じてるんだ。自分たちは今、罪を償っている。その償いを終えたら、再び自由になれるとな。だが後にそいつらは気づく。メロピデ要塞は孤独の地なのだと。彼らはここの生活に染まっていき、水の上の世界とは徐々に疎遠になっていった。刑期を終えた後、ここを去らずに残る者もいる。残った者はこの地で官職に就くと、その枯れた魂が太古の秘密と共に消えていくことに身を任せた。数百年が過ぎ、メロピデ要塞が何のために建造されたのかを知る者はもう少ない。ここは遥か昔から存在し、犯罪者が流れ着く場所だと、人々はそうとだけ考えてる。たまに年を取った研究者が罪を犯し、ここで余生を過ごすことがある。俺はある年老いた歴史学者からこういった話を聞いてきた。だが、他の奴は、この話をあの学者の妄想だと思ってる。でも、お前は確信してるんだな。その話は全て真実だってことを。ああ。もしいつか、このゲートが決壊すれば、あの予言のように全ての人が水に溶けるだろう。どちらかといえば俺はそれほど信じちゃいない。だが残念ながら、全てのことが予言の内容と重なってる。予言ってのは厄介なもんだ。耳にしただけで一度目の恐怖を叩きつけられる。そしてその兆しが現れれば、二度目の恐怖を。それが現実となれば三度目だ。場所を変えよう。あるものを見せてやる。ここだ。公爵、ちょうどいいところにいらっしゃいました。最新のデータはすでに。待ってください、ジュリエ。他の人が。あれ、ジュリエとルールビー。慌てるな。この二人はもう俺らの計画を知ってる。何ですって？誰にも計画を漏らしてはいけないとおっしゃっていましたよね。そうですよ。それにこの人たちは信用できるんですか？
結果はもう目に見えてるだろう。この二人はあんたらが思ってる以上に情報を知ってる。わかりました。あなたがそこまでおっしゃるのなら。そうですね。二人から悪意は感じませんし、多分信じてもいいのでしょう。さて、改めて紹介しよう。こいつはジュリエ君。フォンテーヌ科学院で最高位の研究員の一人だ。昔はエドウィン君の元で働いてた。あんたら、エドウィン君のことは知ってるか？エドウィン君は爆発でフォンテーヌ科学院を丸ごと吹き飛ばした男だ。彼は頭のネジが抜けてることで有名だけど、ま、君はこの国の人間じゃないし、知らなくてもおかしくないだろう。彼の専攻はアルケウムと重力機械だ。ジュリエ君はその助手で、関連技術が頭に入ってる。俺はジュリエ君を技術顧問として雇ってるんだ。まさかメロピデ要塞を吹っ飛ばすつもりか？ほう、そりゃ魅力的な言葉だな。つい想像したくなる。僕もちょっと心が動きかけたかも。皆さん、変なことを考えないように。この真面目なのがルールビさん。同じく俺が雇った技術顧問だ。偶然にもジュリエ君はエドウィン君の助手で、そして彼女はもともとジュリエ君の助手だった。そんなことってあるか？見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。あんたら実は仕事を理由に相引きしたいだけなんじゃないか？な、公爵、相引きだなんてありえません。そうです、僕が土地狂わない限り。ああ、わかった。今のは聞かなかったことにしてくれ。さ、二人ともついてこい。また上に開く扉だぞ。そう褒めるな。メロピデ要塞に対して、イラン自負が生まれてくる。では、もう少し手品を披露しよう。これって、船か？かなりでかいぞ。それに、ここって見たことない生産エリアだよな。一体どうなってるんだ？あんたらは、フォンテーヌの歴史についてどれくらい知ってる？知らないな。となるとレムリアの物語も知らないだろうな。ざっくり話そう。古代フォンテーヌはレムリア王朝の統治を受けていた。言い伝えによると、レムリアの帝王レムスは典型を受け、金の鉢に化身した預言者シビラを訪ねた。レムスは金の鉢と大戦フォルトゥナ号と共に海上に自分の国を建てたという。彼はその国をレムリアと名付け、フォルトゥナ号に乗って新たな島や部落を探し回った。そしてその者たちに帝国の統治下に入るよう呼びかけた。その物語にも船が出てくるんだな。ああ、水と関連する場所なら船は必ず出てくるもんだ。人々は船が希望へと導いてくれると信じてる。じゃあお前も信じてるのか？俺は半々ってところだ。だがあんたも知っての通り、俺は工場一つを動かせるほどの材料と技術、人材を持ってる。試してみても損はないさ。あのゲートの下に大会があるかもしれないと思い至った時から、俺はこの考えを持つようになった。つまり、その伝説のフォルトナ号に影響されたってことか？天才を目前にして、フォンテーヌ人にはこういった手段が必要だからな。もしここの囚人どもが、この巨大な船の裏にある真実を知ったらどうなると思う？
本物の災いが訪れる前にメロピデ要塞で暴動が起きて壊滅するだろう。管理者である俺がそんな考えなしの行動など認めるはずもない。さて、随分と会話も弾んだことだ。お茶を三杯は飲まないとな。他に聞きたいことはあるか？どうやらないようだ。では外まで送るとしよう。さて、見送りはここまでにしよう。うん、ありがとな。礼はいい。だが覚えておけ。情報を共有するかどうかはあんた次第だ。これからあんたが取る行動はあいつらに影響を及ぼす可能性が高い。おう、その辺はちゃんと考えるつもりだぞ。ああ、これからの展開を楽しませてもらうとしよう。